23日午後、ロストフアリーナで行われた2018ロシアワールドカップ F 組韓国対メキシコの試合を、韓国のムンジエイン大統領とキム・ジョンスク夫人が観戦した。ムン大統領も勝利を信じて首にタオルマフラーを巻き、選手にエールを送ったが、結果は21でメキシコに軍配が上がった。この結果、 韓国は2敗となり1次リーグ敗退が濃厚となった。